か。こんにちは、さゆるかさん。はい、阪神が全てこれで、コーチ陣発表になりました。そうだな、決まりました。やっと落ち着いたね。やっとですね、はいはい、これであの安心してこう秋季キャンプへと向かっていくのかなとまあな、まあ安心か。安心ですよ、まあ、あれ決まってないチームもあるので、よかったよかった。もう安心したらもうそれがよかった。そうですよ、はい、今中日のファンが一番ドキマギしていまして、まあ、そうだ、決まらんな、決まらないんですよ。ということで阪神決まった、ちょっと名前を読み上げさせていただきます、はい、まあ、監督は藤川球児監督、はい、で総合コーチに藤本敦史さん、はい、投手チーフコーチに安藤コーチ、はい、そして投手コーチに金村さん、はい、打撃チーフコーチに小矢野さん、はい、打撃コーチに上本さん、はい、外野守備走塁チーフコーチに筒井さん、はい、1軍2軍打撃巡回コーチに和田さん、はい、内野守備走塁コーチに田中さん、はい、バッテリーコーチが野村克則さん、ブルペンコーチが片山さん、そして2軍監督が平田勝雄さんという。いいね、勝雄。はい、2軍監督やっぱり、ね、あのお受けになったんで、まあ、2軍じゃお前お疲れ生って言っても来ないからね、コマーシャルは。もうなんかベイスターズの方に持っていかれそうなんですよね。もう本当に俺にも持ってきてみたいな、ね、そうですね、はい、という面々になったということで、やっぱりヘッドコーチは置かないということにこう、うん、まあ、収まった。まあそれはいいんじゃないの、うん、自分のやりやすいようにやればね、はい、でヘッドコーチって肩書きがつくと、うん、やっぱ何でもかんでも言わなきゃいけないし、うん、やっぱね情報って自分だけで持ってる方がいい時もあるんだよね、はい、うん、だから、うん、まあ、そういう意味では、まあ、どこまでね、はい、風通しを良くするかっていうのは分からないけども、うん、まあまあ自分が置きたくなかったら置く必要ないし、うん、そうですよね、まあ、あの自分が決めてちょっとアドバイスが欲しい時とかに尋ねるとか。それはもうある程度肩書きだからさ、うん、ね、うん、そんな仕事をやりながら、うん、いや俺ヘッドコーチじゃないですって言わないでしょ、聞かれても。そうですよね、うん、それはヘッドコーチの役目じゃないですかそんな人いませんよね。いないでしょ、臨機応変に皆さん言いますしね、うん、そうそうそう。でもこういったこう名前の方々が上がって、はい、阪神はどういうふうにチームとしてなっていくのかなっていうのはやっぱりファンの方は一番気になってると思うんですよね、うん、それはどうなっていきそうですか。やっぱり、ピッチャーの監督だけに攻撃的な野球っていうよりも、うん、はい、まずはやっぱこう守りの野球を推奨していくと思うよ、はい、まあ、だからその守りを固めていくとか、うん、まあ、そのためにコンバートもやるかもわからないし、はい、バッティングっていうのは水もんだっていうふうに必ず思うしね、うんうんうん、あのピッチャーの監督って。でやっぱ配球で何ともなる、抑えることができるっていうふうに考えると、逆に言えば、はい、配球で俺たちは抑えられてるとか、あ、それとかこういう読みをしたら打てるとか、はい、まあ、そういうことをやっていくんじゃないかなっていうような感じがするよね。例えばその先ほど出たそのやっぱ守備でコンバートも考えられるってなると、例えばですけど佐藤輝明選手のサード、じゃあどこかにコンバートとかも、まあまあ、例えばその大山がね、はい、FA で出ていくっていうんだったら、うん、まあ、ファーストっていうのもあるし、はい、まあ、出ていかないっていうんだったらもうそれを鍛えるか、うん、そう、まあ、外野もねいっぱいいるんだよ、もう今。そうですよね、うん、だからその動かすことが得策かというと、うん、そうでもない。やっぱ佐藤輝がやっぱ上手くなるという、うんうん、それしかないよね、はい、うん、あとは藤川球児さんがその監督になる前おっしゃってたのがやっぱショート、うん、でショートをじゃあ木浪選手なのか小畑選手なのか、頭と下から上げて育てていくのかっていうところもやっぱりファンの方がすごく注目されていて、まあ、ドラフト次第かもわからないですよね、うん、だからまあそれは分からないけども、うん、まあ、やっぱこう選手っていうのはもうずっと鍛えてきてるしね、うんうん、だからそれが来年になって使えるようになってくるのか、はい、っていうこともあるし。そうですよね、うん、となってくる、例えば内野守備走塁コーチに田中さんが入るわけですけれども、守備だったりとかそういった守りという面では藤川球児監督と非常に密になって連携して高くってやっていくのかなっていうところなんですかね、うん、いまいち読めないんだよね。お、あの解説を聞いてて、はい、藤川球児の、うん、いまいちどういう野球をやりたいのかっていうのがわからない。そのカラーというか、大体配球のことを心理的なことしか言わなかったから解説では。あの、あ、だからチームをどういうふうに組み立てていくとか、はい、まあ、そういうことの解説はしてなかったから、まあ、いわゆるピッチャー目線ということですよね。そうだよな、だから本当に、ね、読み取れないっていうのが確かなんだ。分かるだろ分かります。いやだから、あ、そうか、普通ね、まあ、誰かの解説を聞いた、はい、ここで三振した、いやここは絶対どうのこうのとか、うん、ね、いやこの選手が引っ張っていってほしいですねとか、うん、まあ、いろいろこうなんかこう枝葉もつけていくんだけども、大体こうなって予測してたから、はい、
だから予想屋みたいな感じの解説だったから、だからそれはやっぱ解説 あのテクニックとしたら引っ張られるんだけどね、うん、視聴者は予想だから、はい、そうですよね、当たる当たらないっていう、いや何年外れたじゃん、うわ当たったすげえとか、うんうん、まあそういう風な解説をしてたから、やっぱちょっとわからないんだよ、どういう野球がやりたいのかっていう、うんうん、で特にやっぱり藤川球児さんっていうのは抑えだった投手なので、例えば同じ投手の出身のコーチでいうと工藤公康さんとかもいらっしゃいますし、いろいろ、ね、三浦監督もいますけど、大体先発です、ね、まあまあそうですね、そこでどういう差が出てくるのかなっていう、まあそうだね、うん、ただね、やっぱ固定観念は強いと思うんだよ、自分の考えっていうのは強いと思うんだよね、はい、いやだからそれに合う選手はいいけども、合わない選手は弾かれるという、はい、まあ、その言葉が力のないベテランはいらないとか、そうでしたね、とかそういうことになってるのかなっていう、うん、だから固定観念はすごく強そうだなっていうのはあるよね、うん、あとは岡田監督の時にはその9回が流動的で、まあ、ゲラだったり岩崎投手だって7、8っていうのも流動的でしたけど、藤川監督はどうやらその3人っていうのは決めたいと、まあ、自分が働きやすかったんだろうな、その方が、うんうんうん、まあ、岡田監督も本当は理想はそうよ、あだけど決めるほどやっぱ選手も調子が良くなかったし、うん、まあ、選手もいなかったという、うん、いやだからもう流動的にするしかなかった、臨機応変に対応するしかなかったというね、はい、まあ、それはそうなんだろうなと思うけどね、うん、あとやっぱり先発陣、まあ、投手陣の整備っていうことですよね、はい、きっと、まあ、それはもう早急にやるよね、うん、もう本職だから、はい、だからそれはやると思うけどね、あとはそのピッチャーの球を受けるキャッチャー陣、梅野選手がいて坂本選手がいてっていうところで、あとはここからまた若手も出てこなきゃいけない、うん、そのあたりを藤川球児監督がじゃあ来シーズン主軸誰でキャッチャー行くんだろうとか、その辺ってどうしてますか、ね、まあ、でも、まあ、外から見てるだけだったからな、うん、なかなかわからないと思うけども、でも藤川監督だと坂本が好きかってまあどちらかというとね言われてますよね、まあ、まあそれはわかる、うんうん、でも梅ちゃんも黙ってないだろう、そうです、ね、梅ちゃん頑張れ、そうですね、もう梅ちゃんに一回出てもらわなきゃ困る、ぜひ YouTube あの出てください、必要、ね、いやキャンプの時言ったら出させてくださいって言ってたよ、本当ですか、いや本当本当、ぜひそう言っていただけるなら出ていきましょう、その代わり僕のことあんまり、ね、強く言わないでください今年もあの今年もね梅ちゃん推しで、まあ、梅ちゃんも坂本さんも推しましましたけどね、ぜひ出ていただきたい、なん、うん、梅ちゃん出ていただきましょう、いやいや、まあ、あの阪神の選手って結構見てくれるって、嬉しい、ありがとう、糸原選手もそうです、もう糸原なんか泣いちゃって、なんかコメント欄に糸原あんまりいじるなみたいな関係性があるわけだ、そうです、皆さん関係性がちゃんとあるので、ね、そこは分かっていただきたい、大山もなんか FA の時には出てもらいたいしな、 FA の時には一番出ないですよ、出ちゃダメですよここに、いやいやどうなんだみたいな、FA 終わった、まあ、決まってからね、決まってからですよね、そう決まってからもう出ていただきたい、木並みもそうです、もう並べてやるか、全員ね座談会みたいな感じでね、そうそうそう、いいですけれども、本当に、はい、で、ま、あと打撃チーフコーチに小山さん、もともとオリックスでしたけれども、オリックスでコーチされてましたけれども、ね、小山さんもあのね、はい、だけどね、そのコーチが決まったどうのこうのって言うけどね、うん、今もう本当にねあんまり触るなっていう指導のもと、はい、コーチは動いてるから、うん、そんなに大きくは言えないと思うよ、ただ打席での考え方だとか、うん、そういうことは言えても、うん、技術的に教えるとか、はい、そういうのはねもう本当に一人一人がバッティングコーチ持ってるから、そうですね、だからなかなか動きにくいと思うよ、確かに、ただ小屋のは打点を取ったぐらいに、うん、まあ、勝負強かったから、はい、まあ、そういうチャンスの時にどういう心持ちでいろとか、うん、まあ、そういうことを教えていくだろうなと思うけどね、例えば佐藤輝明選手にこういうカウント、こういうふうな場面でこういう打ち方をちょっとどうだろうっていうアドバイスだったりとかっていうことになるんですか、まあ、なるよね、うん、ただやっぱり小屋のがやってる時と今のバッティングっていうのはまた違うし、はい、それをどのぐらい勉強してるかっていうことだよね、うん、守備コーチって基本というのはあんまり変わらないんだよ、はい、ね、もう正面で取ってみたいな、うんうん、ね、取る前はグラブが下から上に使えとか、はい、まあ、そういうことしかないんだけど、うん、で、まあ、だけどバッティングっていろいろ基本が変わってきてるから、うん、勉強しとくといいけどね、阪神の選手っていうのは本当にあのいろんなバッティングコーチを持ってるから、はい、だからそれについていけるように、うん、今勉強してないんだったら勉強していかないと馬鹿にされるよ、
あの逆にコーチの方がですよね。いやもうあの聞いてくれなくなる、全く、うんうんうん、だからまあそういう危険性はある、うん、あとはまあ藤川球児監督率いるその阪神、まあ、秋季キャンプ入っていきますけれども、まずはどこに、そして誰を着手していくべきか。まあやっぱ藤川球児監督が誰をリーダーとして見るかっていうことだよね、うん、だからそのリーダーを誰っていうふうに認めて据えるか、うん、これだよ、まずはまずはね、うん、そしたらあとはそのリーダーに言うことで下まで浸透させるか、はい、そのぐらいのリーダーがいるかどうかっていうことだよね、うんうん、そのリーダーを決めるというか作るというか、はい、うん、まあ、それが一番いいと思う、うん、あとは個人的に例えばこの選手にまず最初取り掛かっていくべきというか着手していくっていう選手って投手なんですかね、それとも野手なのかキャッチャーなのか。いやその部門部門で違うな。投手だと誰になるんですかね、まずはこの投手をっていうのあるんですかね。やっぱエースだろう、エースを誰にするのかっていうことですか、うん、そうか、それは村上なのか、うん、それとも伊藤将司なのか、今年悪かった、うん、はい、とか才木投手なのか、才木とかね、高橋遥人投手なのか、うん、っていう、まあ、野手だったら岡田監督とあまり合わなかった里照に行くかそうかいや、それが一番簡単なことだから。なるほど、色をそうですね、いやだってこっちを向いてくれるといいから、はい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 、ね、うん、だそうするか、はい、それはちょっと単純なやり方だけどね、うんうん、まあ、だけどまずはやっぱりリーダーだな、リーダーを誰に置くかっていうことをまず最初に考えるっていう、うん、だからリーダーと話し合って、うん、でリーダーに伝えることによって末端まで伝わるという、うんうん、まあ、そういう方式を取るのか、はい、っていうことだよね。うん、でそこから細かいところに着手していくっていうことですよね。例えば内野、じゃあショート正捕手っていうのは来シーズン誰にするのかとか、うん、外野はあの3人で決まりなのか、それとも4人目5人目をまたさらに上げていくのか。やっぱ底上げは大事だよ、うん、だからやっぱそこら辺は競争させると思うけど、それは近本選手も含めっていうことですか。もちろんもちろん、うん、そういう隔たりは作らないと思う、うんうん、あとは今ね、大山選手が FA どうするかっていう話題になってますけど、大山選手がいてくれたらいいですけど、もしいなくなった時のことも考えながら、もちろん藤川監督はでもそれはね、はい、出せないんだよ。あ、うん、俺いなくなってもいいのかみたいな動きされるとさ、はい、なんか寂しいからね。確かにね、あ、じゃあ 出るしかないかみたいになっちゃいますしね。そうもうなんか紅白戦やってもあれ、ファーストいないじゃないですよね、野球できないじゃないみたいな、うんうん、極端に言うとそのぐらいの感覚の方が残りやすいよね、うんうん、で急にサトテル持ってきてさ、それちょっと悲しい、それ嫌だろ、悲しい、だからそこはあんまり考えてても出せないから。そうですよね、うん、あとはやっぱりね、さっきもほどもおっしゃっていたように、阪神って言われると守備って言われる、でやっぱり藤川監督は投手出身なので守備力を重視する、まあまあそれは絶対そうだよね。なので守備力の着手っていうのはおそらくやってくるだろうと、うん、あのね、打てない打てないって言うんで、打てる人はたくさんいるよあそこ、うん、ただまとまらなかっただけだから今年は。ああ、バラバラだった、うん、だからあの優勝した時見てごらん、うん、一昨年、はい、ね、打線つながりまくりじゃん。つながってましたね。そうでしょ、はい、だから無知入れる間もなく優勝したって、はい、いやそのぐらいの実力があるんだよ、今年がダメだっただけで、うんうん、でも実力は持ってるから、はい、まあ、そんなに打つ方とか、うん、まあ、あんまり心配しなくてもいいんだよ、うん、やっぱり守りだよね、守りとやっぱりピッチャーの整備、はい、まあ、ここさえできれば、はい、まあ、なんとかなりそうな感じがするけどな、うん、まあ、これは秋の秋季キャンプでちょっとはなんかそういったあの藤川監督がやりたい野球ってちょっと垣間見えてきそうですか。いやそれは絶対見せなきゃダメだよ、うん、それはやっぱこういう考えでやるよって、はい、方針だよね、はい、だからそれはこれはみんな肝に銘じといてくれと、うん、でチーフコーチとか、はい、まあ、そういう人たちの考え方とか、うん、バッティングコーチの考え方、守備走塁コーチの考え方、これはもう全部やっぱこうミーティングで知っといたら春のキャンプ早いよね。そうですよね、うん、だからまあそこまでいかないといけない、うん、はい、なので一つやっぱり知る手がかりとしてはこの秋の秋季キャンプっていうのがちょっとベールを脱ぐというか、まあ、まあそれもちろんそうだな、うん、になりそうなので、ちょっと秋季キャンプ注目していきたいと思います、はい。